はい、こんにちは。じゃあ、頼まれたのがこの Y6 いきますね。関数 Fx イコール X2 乗引く、んこれ2乗か。3乗かごめんなさい。X3 乗引く 3AX 足す B があると。曲線 Y イコール Fx 上の点マイナス -1F-1 マイナスにおける接線を L とすると。で、L は B30 を取ると。ただし AB は定数と。1番。L の傾きを A を用いて表す。または B を A を用いて表すと。 2番、fx が極大値極小値を持ち、極大値と極小値の和が2であるときに ab の値を求める。3、ab は2で求めた値とすると。曲線 y=fx の1 x が -1 以上0以下の部分を l、および直線 y=b で囲まれた図形の面積を s1 として、曲線 y=fx の x が0以下の部分と、直線 y=b、これは b は出てますので、2番で。で 囲まれた部分の、囲まれた図形の面積を S2 とすると。S1 分の S。じゃあこれは S1 の値も出るし、S2 の値も出ます。それを出した後にこれをね、やってくれればいいです。模範解いたこうです。じゃあ30秒後に始めましょう。 はい、じゃあいきます、えー、とまず問題は1。えー、fx があるからこれを微分します。x で。f'x イコール 3x2 を引く 3a ね。で、f' のマイナス1が、えー、と値を出しておくと 3-3a。これが傾きですね。x がマイナス1のところが接点だから。じゃあ3-3、3-3a。 ということ、L の方程式は、これ傾きだから、Y から F のマイナス1を引いて、傾きは 3-3A と。で、X からこのマイナス1をね、引いてください。そしたら、まとめると、Y イコールス、カッコ 3-3A、X、たす B、たす2と。で、この L、これ L だから、L の直線が点、30を通ると。点 B、30ね。じゃあ、30代入して A を出しましょう。そしたら、えっと、B イコール 9A-11 か。そうか。 n の値で出ないかだから b=9a−11 いいこれが解答ですいいですかこれが一番ねかっこ一番だから a を用いてあだから答えはこれかこ,これとこれか回答はねだからこれ一つとこれ一つね L の傾きをんごめんなさいあっ L, L の傾きはだからこれかごめんねえっ、ー、とこれが一つ回答と L の傾きはだから えとこれとこれね回答いいでしょうかはい,い,いか見,見えづらいかもこうしようかちょっとこれ、ね、使ったプリントの裏紙で作ってるんですけどはいよろしいでしょうかで次2番んこれが1番、ね、で2番はい今度 f x ロだから今 F'x が、えー、とこうだったんですね こ,うね、これ1回 0=0 を解いてみると x がプラスマイナスルート a になるとただし a がプラスかマイナスか分かんないからちょっとこれで判断しましょう fx が fx って今三次式だからこうですねであの傾きが増えて減って増えて極大と極小を持ってるんだから傾きが増えて減って増えてつまり、えー、と傾きがの、えー、と判別式がっ、えー、と プラスからマイナスプラス、だからイコールゼロこれイコールゼロね。y の値がイコールゼロね。f'x の値がイコールゼロと考えたら、えっと、こういうグラフをたどらないといけないから、判別式が d が正になればいい。つまり、fx が極大値、極小値を持つのを、持つので X、3x 以上引く 3a の部分ね。つまり、傾きの部分ですよ。傾きの部分をイコールゼロとするならば、判別式を d とすると、d が計算したらこうなるそれが正になればいい。と だからもう一回言うと傾きっていうのは今こういうグラフねあじゃあ、えー、傾き傾きがプラスマイナスプラスじゃ傾きの部分を、えー、との判別式をイコールゼロとするとこういうふうになってここにイコールゼロだから2つ持ってればいいとつまり、えー、解が2つあればいいとっていうことは D が正になればいいということはこれ計算すると A が不正っていうことですねということは マイナスルート A がちっちゃくて、プラスルート A が大きいよと。一応、これは付けとかないといけない。答案にね。じゃあ、造形編はこうなる。だから、これどっちが左、どっちが右かわかんないから、今の、これでわかりましたね。こっちが右ね。こっちが左ね。じゃあ、造形編はこうなると。いうことは、Fx は、マイナス、x イコールマイナスルート A のとき、極大値、えっと、2a ルート A 足す B を取ると。で、さらに、極小値は、x、えっと、x イコールート A ね。だから、こういう感じが。 えーと極小値は F ルート A イコールマイナス 2A ルート A 足す B ねこれ解答ですんこれ解答ちょっと待ってねえー、っとあこれ回答やねこれを使ってかこれとこれを使ってかはいすみませんじゃあいきますじゃ今のこの極大値極小値を使って問題文によると極,極大値足す極小値が2なんだから、えー、これのカッコつけた方がいい あの、カッコがないとね、値足す値っていうふうに解釈されるので、カッコ、カッコね。じゃあ、極大値、極小値イコール2でとくと B が1ね。これ消えるから。はい。で、B が1。で、さっき1番の回答はこうだったから、A は3分の4と。いいかな、ここまで。じゃあ、今これで1番、2番が終わった。で、3番は、えー、積分使って面積。で、まず、2より、まずこれが言えると、Fx は x3 乗引く 4x 足す1ね。 fx は x イコール– 3分の2ルート3で極大で x イコール– 3分の2ルート3のとき極小を取るとで l は y イコール– x プラス3また y イコール b のとこは y イコール1と考えればいいからグラフはこうですねえー、っとこれ y イコール fx のグラフがあってここは0 1ねで、えー、っと y イコール y イコール b は y イコール1だからこうなって、えー、交点はここは2二ですね x が 2, 2 1ね座標2 1ここ点 c がね で、ここは01ね。で、ここは03ね。あこれ、接線ですよ。えっ、ー、と、x が -1 の時の接線ですよね。y イコールマイナス x たす3ね。で、ここは x がマイナス2ね。y イコール1とのぶつかり合い。x イコールマイナス2。えっ、ー、と、こう、x は0、x は2ね。ということは、問題文によると、ここは s1 ね。これ s1。で、ここは s2 ね。いいですかね。じゃあ、まず s1 から行きましょう。s1 の出し方はこう書いたんだけども、s1 は、 えーとね0からマイナス1のここのとこね、これを積分で出します。で、ここは普通の三角形の公式でいいですね。三角形の面積の。ということは、インテグラルのマイナス1から0の上から下引いて、これね、マイナス X 足す3、引く X3 乗引く 4X 足す1。で、閉じて DX。で、こっちの場合は1 2分の1かけ、これが2ですね、長さ。で、これが2ですね。 高さ1と3だから。2分の1かけ2かけ2と。じゃあ、これあとで計算してください。えっとね、結局ね、4分の11になります。4分の11。で、今度 S2 の方は、これはもう普通にインテグラル、X がマイナス2から0の上から下引いちゃえばいいですね。はい。じゃあ、S2 は、インテグラルマイナス2から0の X3 乗引く 4X 足す1、引く1ね。これ Y1 イコールだから。はい。で、DX。たら計算したら4になります。 ということは、S1 分の S2 は <coughs>、ごめんなさい、4分の11分の4ね、答え11分の16と、11分の16と,となります。